こんにちは、小城美和子です。演歌系シンガーのモナオです。今日もお話伺います。先日バラエティ番組で、はい、宝塚の音楽学校を、うん、ちょっとこう潜入するみたいな感じになりまして、大地真央さんが、うん、きっかけで黒木ひとみさんがその学校をリポートするみたいな話だったんですけど、うん、ちょっとご覧になった感じだったんですかね。私ね、そうなん、途中でやっぱりファンの人から電話くださって、はい、宮古さん、テレビ朝日かな、はい、でやってますよ、見てくださいって言うんで慌てて言いました、はい、途中からでしたからね、はいはい、大地真央さんが昔のことを思い出して今、うん、の学校はどうなってるんだろうっていう疑問から黒木ひとみさんがリポートをするという感じだったんですけども、大地真央さんの時代にお掃除をされて、その学校始まる前、授業始まる前にお掃除をしてという話があったんですけど、今どうなってるんでしょうかっていうことで、小城さんの時代はお掃除はあったんですか？私もっと思いたいのは、私らの時代はどうだったんですかって聞いてほしいな、やっぱり。はい。いや、テレビで。あ、テレビでね。はいはい。もっとリアルに面白かったと思う。面白かった。今は今でいいんですよ、もちろんね。はい、こうして元気に私もいますので、うん、はい、当時はどうだったんですかの方がもっとね、面白いかもしれない。はい。もうここで、もうね、公開しちゃいます。公開しちゃいます。そうですね。はいはいはい。見ましたよ。はい。はい、小城さんの時代は、お掃除当番は、はい、私たちっていうのはね、なんかな、やっぱりファミリーなんですね、うんうん、お掃除のおじさん、おばさん、うんうん、ね、はね、もうね、身内、はい、もうお母さんとお父さんみたいな感じ、うん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 、だから、おばちゃん、おはようみたいな感じで、うんうん、通ってましたから、はい、お掃除をおじちゃん、おばちゃんがしてくれてたんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。で、私が辞めて、大地真央さんよりも上級生の人がきっとね、うんうん、それをやろうということを決めたんだと思いますね。自分たちで、うん、だから私のちょっと後輩かな、なるほど、の人たちがやり始めたんだと思うんですよ。そうなんですね、うん、でだから、そのテレビ見ました。えらいきっちりしてますよね私、はい、お掃除はね、本当に私たちはね、そうなんですね、だからといって、甘かったとか言うんじゃないですよ、うんうんうん、やっぱりお掃除はお掃除、はいはい、お稽古はお稽古、その分すごい厳しかったですからね、そういうことでお掃除はやってないです。はい、はい、あとなんか階段とか廊下は直角に、曲がって歩くみたいなね、話をされてましたけども、はい、あれはね、分かりやすいように多分直角にしてるんでしょうね。はいはい、普通だったら、先輩が来ました、はい、音楽学校だったら1年目ですから、はい、2年生の1年本科生の人が来たら、うんうん、普通に遠くてもおはようございます、お疲れ様でした、で普通だったんでしょうね、はい、今はそれではきっちりとけじめがつかないっていうことで、うん、多分こうなったんじゃないですかね。分かりやすいことは分かりやすいと思いますよ。はい、うん、はい、その上下関係って結構厳しかったんですか？1年、そうですね、私4科生の時に先輩のことを今思い出してみれば、はい、本科生の人そんなに怖くなかったし、うん、厳しくないけど、でも個人的にこうね、お友達ではないけどこういろいろ注意してくださったりする時なんかは、うんうん、普通にフレンドリーに、うんうん、なんとかさんとかって言って相談も行ったこともありますからね、厳しいばっかりでは私の思い出してもそういう、こう怖いとか厳しいとかはなかったかもしれない。分からなかったら教えてくださってっていうのはあったから、そんな、はい、例えばその何時に集合して注意を、こういうところの注意っていうような厳しいことはなかったです。あとなんか大地さんがおっしゃってたのは、教室に一輪花を飾っているみたいなね、ことがあったっておっしゃってましたけど、それは小城さんの時代にはありました？今の人たち気がつきますね、素晴らしいじゃないですか。今はないみたいなことで、ね、今それね、なんか言ってましたよ、うん、
ピアノの上に置いて水こぼして大変だ、ね、大変だからそれは確かにそうですよ ね, で, すねでも思いはすごい、うん、もう本当すごいと思いますそれは、ね、もうね多分それをこう、うん、気づいた人がそういうふうにしようって言った、うん、まあね、あの上級生の人本科生だっていたんでしょうね、うんうんうん、それは素晴らしい。そういう生徒たちの、うん、あのアイデアでちょっと変わってきたっていうことなんですかね。全部生徒のアイデアですよ。うん、あの音楽学校側からがこうしなさいっていうそんな決まり事はないと思います。うん、だから本当に皆さんそこまで思いやり、うん、細かくそういう気持ちをね、うん、いつも持っていることが生徒に対してもそうだし、うん、あの舞台に立った時の心構えもそうだし、うん、不安に対する思いやりもそうだし、うん、っていうのが全部つながってきていることだと思いますね。それはだから基本は昔と変わらないと思いますね。うん、ね、はい、ね、でもなんかあの素敵なね学校だなと思いましたよ、うん、あれ見て。あのね、うん、私も未だに思いますけどね、うん、あの世界で一つしかない素晴らしい学校だと思います。そうです、ね、もうすべて精神も肉体も、うん、それでいて思いやりじゃないですか、不安な人に対する、うん、こう優しさ人とか幸せを売るって歌にありますが、うん、与えてあげたり、うん、エネルギーをあげてみんなを元気にしてあげるっていうね、そういう世界ってないと。だから私本当宝塚っていうところはね、うん、女神です。女神の園です。素敵な話です。そうです。またちょこちょこ思い出したらなんか ね, もうねここで止まらないですよ。その話になると元気もでいただきます。はい、次回もお楽しみに。